届けております。ポーランドへのコールです。の先制を持ってアメリカに凱旋、最後真夏の日本にやってまいります。サニー・クロハスとダジョ・ターナス組、本人たちも日本のファンのニーズに応えるべく、そしてこの日本マッチの定着を狙うべく、今回も早速と抜群の先制発表を見せるのではないでしょうか。アンナのエクスプレスが保持することによりまして、アジアタックのベルトも非常に人気が高まっておりました。さあ迎え撃っておりました、川田と金子選手がこの花道で勝負を仕掛けています。やる気満々の川田としては三冠雰囲気。さあ、ダジョ・ターナスはリングに入った。三冠雰囲気を突き放した。もう、ストップ、ストップ、ドリブルと。そして、そのまま、場外に投げた。場外に投げましたが、川田がさっと左に逃げまして、三冠雰囲気の体が、パートナーのダミー・クローハットに直撃であります。これはしかし、竹内さん、こちらは竹内康介さんの解説でお伝えしますが、これは川田に本来はぶつけたかったんでしょうね。そうですね、両チームともスタートからかなり入れ込んでますね。入ってますね。さあ、開幕戦の後楽園ホール。さあ、今ボディーブーストで場外に投げ切ったんですが、ちょっと相手を見失ったのか、それとも川田が確かな判断で左に逃げたのか、この田中選手の日体がパートナーの黒の池に当たってしまいました。ちょっと待ってください。大な展開から勝負が始まりまして、クロハット足を引きってますね、竹内さん。かなりダメージですね。そうですね。さあ、今、両者がリングの中に入ってまいり、入ってまいりますが、これは試合前で大アクセントがありました。このサンソン・フィーチの体は181センチ、104キロですが、まともに空中高く投げて、ダイレクトで当たってしまいましたので、ダニー・クロハットのどこの部分に当たったのか、ちょっと見失いましたが、竹内さん、完全に足を引きずって、今、エプロンサイドですね。そうですね、特に右の膝がなんかおかしいようですね。はい、しかし、試合はそのまま始まるようです。さあ、川田俊明と、そして、ダジョ・ターナスが睨み合い、ダジョ・ターナスが勝負を仕掛けました。すでにゴングは鳴っているようですが、おっと、川田のボディ、あっ、ちょっと待ってください、肋骨の部分を押さえています。川田がちょっと苦しい。今何かあったんですか、ってなんでしょうね、ぶつかってはいないんですよね。操作してませんね。さっきの場外でですね、痛めた部分じゃないですかね。はい、待ってください、場外では川田はさっと左に逃げ切って、その時の何がやっぱりダメージは当たらなかったように見受けられましたが、ちょっとアクシデント続きの開幕戦。実は逃げた前のですね、来週の時にあるいはですね、頭をなんか痛めてたのかもしれませんね。あ、なるほど、そうですか。相手が花道、だけダミー・クロファットとローマ・ハマスが花道を息をようと登場してくる時に、2人が引っ掛けましたね、勝負をね。その時に肋骨のあたりをさあ、どうにかしたんでしょうか。さて、試合が始まりました。再び試合が始まりました。さあ、意外な展開です。ちょっとこのシリーズ、竹内さん、波乱含みですね。そうですね。あ、かなりひどそうですね。そうです。試合ができません。ちょうど右側で試合ができません。脇腹ですよね。彼女の兵器に何か起こったようです。何か起こったようです。何か起こったようです。川田陣営に今、津川アナウンサーが飛んでいきましたので、何かありましたら、レポートをお願いしたいと思いますが、ちょっと川田が右の腹部のあたりを押さえております。押さえております。ちょっと試合ができない状態の川田としあきであります。こうなりますと、サムソン・フィーチが高橋さん、一人で戦うことになりますね。おそらくこういう展開になっているかもしれませんね。プロバットですけれども、このサムソン・フィーチがダイレクトで、体ごと命中いたしましたので、プロバットの方も、ちょっと、試合前から足を引きずっておりましたが、プロバットはどうやら体勢を整えました。おっと、正面から続々、サムソン・フィーチが今返した。プロバットまた正面を抜いた。ラリアット攻撃、いや、ラリアットというか、左からの肩の攻撃ですね。肩の攻撃です。さあ、ダニー・クロハットはどうやら我慢しているんでしょうか。一回見ました。さあ、波乱含みのこの勝負。開幕戦から、竹内さん、面白い表情が生まれたなという感じがしたんですけれども、でもちょっと、今後の予想が、すいません。さあ、サムソン・フィーチ、一人で張り切っております。今、助走をつけてのラリアットが入りました。さあ、今度は足を取ってます。さあ、今度は、あっと、アキレス腱のために出ました。アキレス腱に出ておりますのが、カンナムエクスプレスのダミー・クロハットであります。さあ、竹内さん、いろんなことが起こったこの開幕戦ですけれども、この両者は 9.2 日本武道館決戦で再びアジアタッグの対決になりますね。そうですね。それだけにですね、まあ、全世界から一人ずつ非常に上向いたらしいですね、はい。それを本物にするにはやっぱりこのアジアタッグの脱退ってことになるわけですよね。そうですね。この両者の対決は非常に面白い。全日本プロ野球ファンにつきましても、このカードはもう、タグマッチではナンバーワンというファンの方がたくさんいらっしゃいます。さあ、川田が行きます。エプロンで一呼吸を置いたんですけども、何かありましたか、倉本さん。はい、川選手、ちょっと話を聞いてください。
キック、そして後頭部にキック。さあしかしまた脇腹のあたりをちょっと気にしております。川田俊明です。加藤さん、このシリーズの川田は天竜との対決がありますよね。そうですね、それが全力のダメージを負いたくないです。もうベルトたくさん金銭に全てをかけているんですが、今2人でダブルで突撃したんですけれども、ちょっと脇腹を抑えているのが川田。しかし我慢強い男です。天竜同盟の一位、この川田俊明。さあ、反対にサウスの選手が思い切ってダグハーツの胸板に手を上げました。ダニクロハンの今下への方に入っています。さあ、そこからの攻撃でも、さあ、肩、野生日高に見せております。ハムソン・ウィーキです。先ほどから、お伝えしておりますが、ちょっと心配な川田俊明。まあ、ジャイアント馬場さんは、アスマラ杯のチャンピオンは三冠の天竜に挑戦させるというような発言がありましたけれども、まずはノンタイトルでやってみて、内容を見てからの挑戦を決めるというような、そういった仕組みのある発言をしてますよね。そういうことですね。それだけですね、川田選手にとっては、この時に非常に大事なわけですからね。そうですね。その今お話の川田選手が控えに入りました。一方のカムソン・フーキであります。カムソン・フーキは、この川田に敗れまして、アスマラ杯準優勝ということになりました。先輩格の不幸の方が、まあ、敗れてしまったわけですけれども、現在はこのアジアタッグを取るべく2人で協力し合って、このカンナメスプレスに猛然と襲いかかっているわけであります。さあ、ダグハーナスの力が飛んでいる。さあ、ダグの攻撃だ。いい攻撃、クロモット潜在ぶりを見せています。お嬢さん、このカンナメスプレスが日本で何て言うんですか、人気の方でも本当に上がってきているわけですけれども、その人気の秘密は何ですかね。やっぱりこの先に連携プレーでしょうね。そうですか。さあ、ファイアマンチャリーブロックバッターであります。そのまま後ろに投げ切りました。とにかく一つ一つの技がですね、非常にダイナミックですよね。あ、ダイナミックですね。そして日本人どのようにするんでしょうか。日本人のファンにも受けるような技を自分のものにしてますよね。また一つ一つですね、非常にやっぱりいい研究をしてですね、はい、新しい技を続けてやっぱり開発してますからね。そうですね。今夜は変えませんですけれども、やはり案の定外人軍団でこの後楽園ホールに一番乗りしたのは、このカンナメキックのエクスプレスのバニークロハットバジオファーナスの2人でございます。本当にその非常に無口で真面目な感じがしますね、この両者ね。そうですね。で、練習はその下道ですね、もう高校タイプですからね。はい。パワー、テクニックももう、先ほど、竹内さん一つのように、非常に幅が広くなりました。なんといっても、ダブルの集中攻撃、これに効きますね。そうですね。非常にやっぱりそのバラエティに飛んでますね。はい。またその、出がいいと言いますかね。はい。戦いダイナミックなわけですよね。そうですね。クロファットから、ダグハーナスへのつなぎであります。ダグハーナスは力があります。さあ、全部一のパワーリッターです。相手の胸をつきました。さあ、今度はバックテンシャルドロップキックもあります。マジクロ、大前プロ持ち主、そのダグハーナスであります。技の種類の面では、ダニー・クロファットの方が多いんですけれども、パワフルな面ではやはりこのダグハーナスですかね。そしてそのクロファットの時につくですね、このハーナスのパワーが非常にうまい形で合体しているわけですね。さあ、九州に日本武道館では、この両者によりまして、アジアタッグの対決があるわけですけれども、セブさん、ズバリ、ちょっと川田選手の肋骨のあたりが気になるところでありますが、カレンジャーチームどうですか、ズバリ。やっぱり全チームのですね、勢いになれば、これ、リズムに脱退が可能だと思ったんですけどね、はい、どうなったら、こんなにの成績を見てましたね、はい、まだまだチャンピオンチームの相当やっぱりパワーアップしてますからね。またダブルの攻撃です、ダブルの攻撃。さあ、また新たなる脱退カップを編み出してまいりましたか。これは JJ ですかね。前に落とすブランバッサーのような形ですよね。ブランバッサーですか。前に落とすブランバッサーですけれども、ダブルで力を上げている状態のフェイスバッサーですね。そのまま落としましたね。あ、フェイスバッサーとして、あのセカンドのローを使ったフェイスバッサーです、ね。はい、なるほど。合体カップ、新しい合体カップが狙います。さあ、カムソン・フィーキも頑張っています。カムソン・フィーキは今日は一人舞台であります。今、川田に渡しましたが、さあ、ちょっと胸のあたり、脇腹のあたりを痛めた川田。さあ、今、何とか戦えるんでしょうか。さあ、クロファットが打っていきます。左のキック2連発。そして大きくロープできますが、川田、待っていた。さあ、一歩が見えました。さあ、やっと川田らしいキックが見られました。ジャンプ力も抜群。それから角度もいい角度で当たっておりました。一発でクロファット、ちょっと視力を失いつつありますが、そこからまた攻め込んでいきます。おっと待ってください。うまく体を丸めて足を取りましたね。ちょっと複雑な攻撃になりましたね。これは足を、両方の左の足が絡まってて、川田選手の右足のヒールのあたりを引っ張ってますね。これは変わった技ですね。変わった技ですね。またまた新しい技を披露するダニー・クロファットであります。
先ほどはチームのそばで事前のコーダーで制しました。まあ66分はジャンが攻め込んでいきます。ジャンクロバットです。相手の弱点を攻め込んでいくのがまあプロレスの勝利でありました。ここはちょっと苦しいですね。川田どうぞ苦しそうですね。我慢のひどころだ。試合の始まる前に、いや相手が花道から出てきた時にこの川田と三本ヒューチは猛烈に接着出して花道で、いたことがありました。その時にどこの部分か脇腹のあたりを痛めたようです。川田さん、ね、はい、そばにいた来たカメラマンの話によりますとね、はいはい、やはり飛んで、川田とされてやはり冷えたような感じだったというのを想像しています。そうですか、なるほどね。体をひねった時に脇腹をちょっと痛めたというような感じがこの川田選手になります。さあ、集中ラリアットが見られました。ダグサーナスであります。レスラーとしては、まあ、非常に苦しい、まあ、非常に使う、スポーツでありますが、こう苦しい時にももう目いっぱいの勝負をしないとお客さんは喜ばないわけですからね。竹内さん、川田はですね、こういう逆転の中から当初の乗せ上がってた選手ですからね。そうですね、今日も苦しい時点で何とか頑張ってほしいですね。フランスプロジェクトダグサーナス、そのまま体重を乗せました。ダグサーナス124キロ181センチであります。カンナのエクスプレスの方はダニークローカットがちょっと苦い表情を時折見せておりますが、ダグファーマスがいいですね。余裕ですね。余裕ですね。まさに余裕の攻めですね、はい。パートナーに渡しましたが、パートナーいつものクローカットでしたら自分から自ら手を出すんでありますが、ちょっと今夜は消極的。やはり試合の前に足を引きずっておりましたので、そのあたりがちょっとネックになっておりました。さあ、今日言いました両選手の対決であります。さあ、今度は取り上げるヒットを対応しております。クローカット正面から上空全バッターが出して、今日強力からフレンバッターを見せた。さあ、下になったのが川田だ。川田、どこで挽回できるでありましょうか。両者の対決であります。傷を負った同士の対決というふうに申し上げていいかと思いますが、またダブルの連携。グーッドロップキック。ショートレンジからドロップキック。チャンスを抜き、今日もう一つ正面に出た。フォローに入っています。川田苦しい。リードでネタを使っている。さあ、ダニクロハット、ダグファーナス。ダブルでの攻撃であります。ダブルでの攻撃。うまく当たりました。ちょっとスクリューター分断されてしまいましたね。分断されましたね。ここで一気にタイガードライバーを狙ったのでスープレックスか、それともタイガードライバーか。アジアタックではこのタイガードライバーで取られたんです。田中勇気がトップロープから空中ラリアットで危ないシーンでした。ダブルバーナスドロップキック、田中勇気を今しの回転エビ、回転エビ仲間から懸命に抑えていきますが、やはりお腹に力が入りません。ちゃんと空で跳ね返された。またキック、キックを打つ。最後のキックは顔面に当たった。顔面に当たった。チャンス、チャンス、チャンス。今度は触らないした。一旦両方の肩に乗せましたが、ダグファーナスがキック一発。そしてそのまま腕十字の恐ろしいジャンプだった。ダニークロバット、腕十字、非常に冷静。いかにも連携の顔を立てています。サンナのエクスプレス、今当たりませんね。当たんなかったね。当たりましたね。やっぱり振りが大きくなってますね。そうですね。今度は、ダニークロバットが攻めています。サムソン・ヒューチが後ろから行きます。バックを取って投げ切ることができるか。投げ切った。サムソン・ヒューチ、ゴムロー。しかし試合の権利はありません。試合の権利があるのはコバナ。それからダニークロバットです。カバナに向かわないんですよね。カバナですね。大きく肩で息をしています。さあ、カバナラヤット。さあ、思い切ってカバナラヤット。うまく足を取ってしっかりと押さえ込んだが、クロバットもうまく返します。両者の動きが完全に見事になりました。カバナに息、大きな口をついている。両者苦しい、両者苦しい。さあ、ブレンバッサー合戦、ブレンバッサー合戦。このまま全く足を取ってくるのため、今よりパッケージホールドになったため、クロバットが抑えました。クロバットの体を抑えました。アジアタッグの日本武道館 6.5 の戦いの前にも、クロバットのこの体を通常で3です。技の種類は違いましたけれども、6.5 のアジアタッグの時には、最後に決めたのはタイガードライバーだったんですが、今日は足を取っての首がたないということになりましたが、同じくクロファットに川田が取られてしまいました。2連敗ですね。今日はですね、やっぱり川田の身の足場の人を考えますとね、これ渡し方のない結果でしょうね。ああ、そうですか。勝負タイムは13分12秒。最後は逆転のエビ固めで、ダグファーナス、ダニー・クロファット、カンナのエクスプレスがサムソン・フィエキ、川田・としあきチームを抑え込んだんですが、まあ、今夜敗れても竹内さん、終戦に日本武道館で、これが本番の勝負でしたからね。本番は武道館でしたね。そこまで何とかって会場を元に戻してほしい。はい、アップを求めようとしました。クロファットに向かいまして、川田がゆかりのチョップ発列、完走します、完走します。リング上ではサムソン・フィエキとダグファーナス、リングの外では川田とクロファットが懸命に切磋琢磨を間にして、よし、ものすごい、ものすごい勢いで暴れまくっています。リングの中はサムソン・フィエキ。さあ、番外編の東京水道橋後楽園ホールの
日本武道館に続きこの上黒幕と風沢夏江組に2連敗という形になりました。3度目の対決は終戦に日本武道館で行われますけれども、風沢さん、アジアタックのベルト一本に対するお客さんが今日は東満員の後楽園ホールなんですけれども、果たしてどうでしょうかね。なんとかですね、やっぱりその人々を呼ぶというだけにですね、何が何でもタイトルを奪還してほしい期待はあるんですけどもね。一方のアジアタッグの王座チーム、武井さん、ダニー・クロワット、ダグファーナス組は再び日本武道館で相まみえて、防衛の赤月には今度は世界タッグを狙ってくるんじゃないでしょうかね。当然やっぱそこに王手をかけてくるでしょうね。そうでしょうね。武井さん、ずばり実力的には世界タッグを狙える神奈川エクスプレスと思いますか。そこまで上がってきたと思いますね。そこまで実力上がってきてますか。さあ、最初の方に戻ろうとする神奈川エクスプレス狙ってまして、さらにそれからカネスの風刺、痛みが収まりません。また王者に、報道陣の前での、激しい揉み合いが続いておりますが、両軍団、やっと被災地の方に戻ったところであります。開幕戦を大荒れ、心配なのは川田俊明の腹部、それからダニー・クロハットの足の部分でありますが、しかし、今日はあまり気にせず、猛烈な消防になりました。またそのクロハットを連れ戻して、京都、鉄球攻撃。特急攻撃、川端俊明、その点ニュースは風沢夏江を目指しています。番外編、勝負に敗れました。この風沢さん、怒りは自身に日本武道館まで取っておくのが本当じゃないでしょうか。でも今日は勝負が過ぎてしまったんですからね、やっぱり武道館に向けてコンディションを挑戦してほしいですね。そうでしょうね。しかし怒りが収まりません。川端俊明、川端俊明であります。開幕戦で今日追いますと風沢さん、今後ね、長いシリーズですけれども、やはり気持ちの相当入れたいな必要になってくるでしょうね。川田にとってはやっぱり目に見えないプレッシャーがかかってきますからね。そうでしょうね。ということは、カネソン・キヨキが頑張らなきゃいけないシリーズになってきました。この連覇になってきましたね。そうですね。さあ、両選手がまだやり合っております、開幕戦の後楽園ホール、お客さん超満員でありますが、総合楽でこの両軍の今後見守っているところであります。この一番このカード、やはり武井さん、ドルバッカーになってしまいましたね。このようになってしまったね。終戦に日本武道館まで待てないというファンもいるでしょう。この勝利だったら武井さん、どうですか。不安勝利やってもいいじゃないで